中共が巨大な政府補助金などの不適切な手段で 5G を拡大することに対抗するため、アメリカ政府は一足飛び型の発展モデルを採用し、第6世代の通信技術に参入し始めた。8月22日の VOA の報道によると、アメリカ国際開発金融公社のアダム・ボーラー最高経営責任者は最近、 アメリカのニュースウェブサイト、ジャストザニュースのインタビューでこう述べた。我々は次のトレンドに最も興味がある。我々が興味を持っているのは 6G であり、我々の投資分野である。アメリカと他の国がこれを支配する位置に立つので、中国は補助金を通じてこの領域を統治することはできない。また報道によると、アメリカ国防総省の下部組織である 国防高等研究計画局が2018年1月に30以上のアメリカの大学で構成される共同研究プロジェクトユニバーシティ・ジョイント・マイクロエレクトロニクス・プロジェクトに資金を提供すると正式に発表したプロジェクト名は JUMP と略され飛ぶという意味合いもある。 業界では 6G 移動通信性能が 5G の10から100倍になると予測している。データ伝送速度は毎秒 100GB、または毎秒 1TB にも達し、伝送周波数帯域もテラヘルツ帯域時代に入る。